どうもメンディです。新しい年度が始まりました。今年度初のムーブオンは私の大好きな、なんだか心地よく優雅になれるようなウォーキングスポットを皆様にご紹介したいと思います。そして私は花粉に負けない。今シーズンの門出はここ千歳橋を起点にスタートします。明治通りの上に目白通りがクロスするこの古道橋は1933年昭和8年に開通しました。85回の春を見送ってきた橋の上からは新生活へと走ってゆく都電荒川線の車両を眺めることができます。すごい、なんか感動して涙が出てきちゃうみたいなじゃなくって、やっぱねこの季節はなんか旅立ちの季節と同時にこう感動での涙かと思いきや花粉がねひどくて、きっとほら新生活を迎える中で花粉デビューをされた方なんかもいらっしゃるのではないでしょうか。私はね、なんかそういう皆さんを応援します。何を言ってんのかさっぱりわからないんですけれども、とにかく私が言いたいのはこの新緑ね、緑の向こうになんかああいう摩天楼が続いてるっていう、ここのこの景色をこの季節に見ると本当になんか一年巡って新しい自分に帰ってきたんだなっていうような気になれます。なので新年度のスタートはここにしたかった、いやそれにしても桜もいいけどね、散った後のこの新緑の木々っていうのはやっぱりよりこう一層新しい季節って感じがするね。まあ、すごいなんかさ、こう別に子供が好きなわけじゃないし持ちたいなっていうふうにも思わないんだけど、こういうの見てるとなんかこう憧れちゃうんだよね。アイテムを見るとそういうのをなんかこう無意識に選んでる自分にこう浸ってるみたいな感じに不思議となるんだよね。でなんかそれはほら実際に友達の子供へのプレゼントとかを選ぶときっていうよりも本当こう不意にこういうアイテムを目にした時にそういう気持ちになるっていうか、いやわっ、ここがなんかね、すごいんだよね。この急な坂道、この谷間になっているね、向こう行くと早稲田大学とかで、この谷また上がって向こう行くと新宿副都心の方とかが一望できるんだけど、ちょうどここの小道と道路の境目の
この和式のお家とね境目になっているところがなんともこう風情があってっていうか、うん、なんかプチ天球って感じ、こう、うん、ちょっと浮いている、自分が宙に浮いている感覚に陥る。なんかよその町への抜け道って感じかな。抜けたら全然知らない場所に続いてそうな。それもね面白くていいけどね。あーでも本当今日はなんか太陽が味方してくれていて、でカラッと乾いてるから花の香りもするし、抜けると、まあ、スペインなんかにでもたどり着いちゃうんじゃないかみたいな。よその国から来たタクシーっていう感じ。もうなんか一つ一つがこうアニメーションの世界みたい。ジブリとかディズニーとかね。こう朝7時半から夕方の5時までしか空いていないこの目白台運動公園。はあ、気持ちいいね。こうやグラウンドがあって噴水があってね、ここに今日は皆さんお連れしたかったんです。気持ちいいでしょう、伝わるでしょう。B いやー気持ちいいね。こうスポーツをやってる人を目の当たりにするとさ、気持ちがスカッとするよね。私は本当にスポーツ音痴だし、普段自分からやることってそうそうないんだけども、はあ、気持ちいいな。はあ、気持ちいい本当。私とグラウンドってこう何ともミスマッチでしょう。でも本当にこの新緑の時期のグラウンドとか公園っていうのはね、いや、やっぱ春の香りってさ、新芽の香りだったりとか、まあ、花が開く時の香りも好きなんだけど、新芽の香りっていうのもすごく好きで、また少し花の香りと違うんだよね。そしてこの草の香りとこの春の日差しとそして元気な子供の声と、なんかまた年を重ねてもいつもこう新鮮な気持ちにやっぱ戻ってこれる季節なんだなって
思うのはやっぱ日本人なんでしょうね、きっと。ああ、子供がいっぱいだ。新しい年度を迎えて、今回のムーブオン。いや、本当にこの新緑の香りと、そしてこの春の日差しと、それを本当に視覚だけではなくて、心だけではなくて、体だけではなくて、全身で楽しんでいただける、もう本当に自慢のコースを皆様にご紹介したつもりではいますけれども、やっぱこの自分の中の自分とまた新しい一年をスタートさせるわけですけども、まあきっとどこかで新たにつまずいたりだとか、そういったこともきっとあると思いますが、そういった時に今日皆様にご紹介して見たこのスポットを、心のどこかでふと思い出すと、あ、またあの場所に戻っていけるんだな、頑張って耐えて、時間が経ったらまたあの春が来るんだって思っていただけるような、場所を皆様にご紹介したつもりですので、よければね、心のお供に今日の景観を、お連れしていただければ幸いです。本当に行きたい場所もたくさんあるし、で丸3年を迎えたみたいで、ムーブオン もうそんなことも忘れるくらい、常にもう本当に新鮮な気持ちでニュートラルに皆様にこのプログラムは、お届けするつもりでいますので、今年度もよろしくお願いいたします。それではメンディーでした。Yeah.
ちゃん。